じゃこんにちは豊さん、はい、今日は大谷選手の話題です。まあ今現在9月11日現在なんですけれども、はい、46、47、はい、ということで、まあ 50-50 やるんじゃないかと。やってほしいな。やってほしいですし、やる可能性っていうのは 80%。80% 以上はあるから。ある。まあ盗塁は100ある。うん、50はいる。もう間違いないと思う。はい。骨折以外は。うん。だから骨折したらもうホームランもないから。確かにそうです。まあでも本当に50は楽勝でいく。まあ、そんな中、今年の大谷選手の特徴というのをなんかつい先日ちょっと見てたんですけど、特集で、はい、そのドジャースの打撃コーチ、ドジャースの走塁コーチがそれぞれインタビューにまず答えていて、まずバッターボックスで言うと普通フルスイングをしながら素振りって入るじゃないですか、選手ってこう練習で。それを大谷選手は今シーズンハーフスイングで止めて打席に入っていると。いうふうに話していたんだから、まあそうだな、イメージを作ってるんだよね、フルじゃなくてですか、うん、でね、大谷ってやっぱ低めより高めなんだよ、うんね、で高めの中のインサイドなんだよ、はい、でね、これね、面白いのがちょっと先日行ってきたんだけども、はい、体の仕組みって全然違ってて、はい、一人一人ね、うん、で俺は逆に外目の低めとインサイドに来たら高めなんだって。まあまあそういうのがあるらしいんだよ。はい、で大谷翔平は、うん、高めの止めるっていうタイプなんだ。止める、うん。俺は低めの巻き込みっていうタイプ。へー。だから人それぞれやっぱね、スイングは違うんだよ。はい、で近本選手が言ってるところなんだけど、はい、近本と大谷は一緒で、はい、高めに入ってきたボールは、うん、反応が効くらしいんだよ。だからそのより反応を意識してこうゆっくりゆっくりこうやってインパクトを作ってる。はい、でゆっくりスローに打つっていうのは、うん、スローにこうやってインパクトを作ってるっていうのはやっぱパワーがいるんだよ。はい、で蓄えるという。それ、うん、でスローでやってると必ず早く振りたがるんだって、はい、人間って、うん、もううわーって振りたくなるんだって。はい、それをためて打席に入ってる、うん、マグマをためるみたいな、あー、でいっぺんに吐き出す、それがパワーになってる、はい、だからハーフスイングで止める作業をしてるというふうには俺は思うけどね。やっぱりその打撃コーチもやっぱりおっしゃってたのが、そのハーフスイングで止めることによって打席に立った時のやっぱりその威力、パワーがより伝わりやすいっていうふうにやっぱり打撃コーチ話されてたんですよ。だから一番いいのは、うん、自分のスイングをゆっくりこうやって何回もこうやってためながら繰り返す、はい、イライラしてくるね。いやいや本当に、いやそりゃそうよ、こうゆっくりすると力いるじゃん、はい、早くこうやってハーフスイングぐらいにしたら力なんか何にもいらない、はい、そのバットの重みとかでも触れるから、うん、だけどゆっくりこうやって落とさないようにこうやって振ってくると、うん、そこにやっぱ力がいる、はい、そしたら人間の衝動として早く振りたくなる、だそれを大谷はこうネクストで作ってることなんですね。でマグマをためる、なのであれだけ打球速度も速いし、より遠くに飛んでいくっていうことなんですね。そういうこともあるよね。あとはやっぱりそのハーフスイングすることによってそのインサイドのそのボールだったりその角度だったりとかっていうことも打撃コーチはおっしゃってたんですけども、で大谷はやっぱりインサイドを打とうと目付けをしながら高めに来た外のボールなんかは完璧に取れる。だから近本見て、はい、高めの左のスライダーって絶対振るから一緒なんです、ね、だからこの前の東の変化球、はい、1、2塁間持ってきたら絶対あそこは反応するから 100% するよ。これは人間が持ってる体の仕組みみたいなもんなんだ。だから大谷が反応ができるのはもうここら辺一体なんだ。そういう体の仕組みをしてるからってことなんですね。それを大谷が多分知ってるんだよ、うん、打撃コーチはそういうふうにやっぱり教えてたっていう。いや自分の強みを知って、はい、自分の特徴を知ってやるのと、うん、知らないでやるのとでは、うん、やっぱ結果は違うと思う。そうですよね。でもそれは知ってるから、うん、多分50いくよ。いきますか、50のまず50ホームラン。でもその日本人の選手とかも、まあ、メジャーもそうですけど、だとするとみんなハーフスイングして打座席に立った方がいいんじゃないですか。違う、俺は風花巻き込むのか、巻き込まんけど全員が当てはまるわけじゃないのか。そうか、いやだからなんていうのかな、今度動画にはなると思うけど、その言った動画になると思うけども、はい、俺は村上が背筋がどうのこうのって言ってたけど、やっぱね、馬型とライオン型っていうのがあって、はい、ね、四つ足で頭が上がってる動物がいるでしょ、馬みたいな。キリンとかでもライオンとかカバとかこうやって頭下げながらこうやっていくじゃん。ね、これは背筋が伸びたら力が出ないんだって。俺型なんだよ。だから俺が村上を言うときに背中がちょっと入りすぎててどうのこうのっていうのは、俺の体を基準に話してるからそういう。なるほど。でも村上は馬型なんだ。だからこう顔を上げるに背中をこうやってグッと入れないと力が入らない。なるほど。だからこれね、俺解説のやり方ね間違ってたと、今までねとんでもない失礼しましたみたいな顔を言ってる。いやだから大谷はそれを自分で多分知ってる。自分が馬なのかライオンなのか、彼はどっちなんですか。馬型ですか。ライオン型。ライオンなんですか。やっぱこう丸めてバーンと力を入れる。だから豊さんはライオン型でバーンなんだけど、でも巻き込み型なんだよ。大谷はどちらかというとこうバーンと止めたいタイプなの、止めてっていう感じですよね。動物占いみたいですね。占いじゃないんだよ、そんな占いじゃない。確かにそうですけど、こういうあなたは何型ですって、人間の。ははー。俺はライオンだぜ、俺は馬だぜ、こうやって伸びてるの。それを知るか知らないかって大きいですね。解説も変わってくる。もう申し訳ないけど。申し訳ないけど解説も変わってくる。そうなんですね、すごい。あと走塁なんですけれども、はい、やっぱり走塁のコーチが話していたのが、大谷選手はすべてのピッチャーの癖だったり、すべてのピッチャー、このピッチャーだったら走れる、走れないで、何秒以内にこう投げるとか、そういうのもすべてデータに入ってる。それが今年はそのいけるなと思ったファーストで頭ゴツンってやってるコーチなんですけど、信頼関係が築き上がったなと思ったのが、ダルビッシュ投手との韓国での試合、あそこでダルビッシュ投手から盗塁をして成功した。あれでそのキャンプとかでもやってた。それはね、大谷がドジャースに来て初めて知るわけよね、そのコーチ。あ、もちろんそうですよ。俺エンジェルスの時から見てると楽勝に走ると思う。いやいや、あんた偉そうに言ってるけどああ大谷の足だよってね、特別だよってね。それであそこで走れると思ったら偉そうに言うんじゃないその前から俺走ると思ってた。走る気になったらね、なったら、そのやっぱりその外国のピッチャー、メジャーのピッチャーと日本のピッチャーの牽制とか、キャッチャーのその取ってから速いとかって全然違うんですか。全然違う。その肩の強さとかはメジャーの方が強いかもわからないけど、クイックのお粗末さって言ったらもうこれね。もう大谷、もう本当申し訳ないけども、もうね、フリーパスみたいなもんだよ。どんどんだって3回牽制しかやっちゃいけない、3回目にはアウトにしないと一塁与えられちゃうわけでしょ、そんな無駄なことしないよね、やっぱり。だから牽制少なくなるよね、それでクイックはあんまり使わないんだよ。楽勝だよ。これ豊さんでもね、楽勝。今は走れない。そういう現役の時。今は走れないけど、大谷だったら楽勝に走るよ。そうなんですね。外国のピッチャーってなんで牽制が下手なんですか。フォームですか。いや、牽制が下手だっていうよりもクイックが下手なんだよね。それはなぜかというと、下手ではなくて、自分の一番ベストのボールを投げるにはこのフォームじゃ投げれないっていうものを持ってる。だからクイックじゃ自分の威力が弱くなると、そうしたらバッターに打たれたら元も子もないじゃないかという、そういう根本的な考え方の違い。それは日本でもいるよ、こんなクイック使ったら自分の球が投げれないとか、まあ、そういうのがあっても、そのクイックを使わないと走られるっていうのがあるから、盛んに使ったりとか牽制とかしたりとかするけどね、まあだけどそのやっぱ野球の考え方、まあ、それは違うよね。あとやっぱりメジャーだとピッチャーは打ち取ればいいんでしょっていう、走られるのかっていうその考え方なんですよ。だからまあ江川さんなんかは考え方が似てて、いやちょろちょろしてるもんちょろちょろしとるけどバッターを抑えたら点になんねえんじゃねえかって、まあ基本的な考え方がそうなんだよ。だから走りやすいっていうのはありますよね。あるある。あ、なんかクイックは野村さんが作った。いや、野村さんって肩弱かったから。あ、そうなんですね。いや、クイックをしたりだとかしてくれないとさせなかった。で、なんていうの、クイックをすることによって盗塁がさせる、そしたらピンチも未然に防ぐ、やっぱそういう意味ではセットから速いフォームでホームに投げてみるというようなことは徹底させたよね。あ、そうなんですね。じゃあ、野村さん、以前は日本の野球もクイックっていうのはなかったんですか？それはね、やっぱね、福本さんって優秀な走り屋が出てきたんだよ。そしたらどうやったってさせないから、そしたらクイックっていうこととか牽制とか、まあそういうところからやっぱこうクイック、牽制、まあそういうものが広がっていったよね、日本中に。そういうことだったんですね。で、巨人の柴田さん、V 級時代、柴田さんの足を止めなきゃいけない。まあそうなってきたら福本さんと同様に、まあセ・リーグもクイックを使うようになったりだとか、まあそういうふうになってきてる。もうそもそものベースというか、野球とベースボールの違いみたいな感じですね。そのなんか知ったことない使い分けるじゃないか。野球とベースボールの違いだなってまあ確かにね、まあそういうのはあるよね。ありますよね。だからアメリカっていうのはデータだとかね、そういうのは進んでても、やっぱり自分のベストを出せるフォーム、それは崩さないっていう基本のその自分の考え方っていうのがあるから、だからまあクイックっていうのはそんなに速いピッチャーはいないよね。走られるのが嫌なピッチャーっていうのはやっぱクイックを使う、まあそれだけの使えるだけの能力が高いピッチャーいるんだよ。だけどサイ・ヤング賞を取ったカイケルとか、去年いたバウアーとか、勝ち星を重ねていくピッチャーっていうのはやっぱクイックもうまいし、牽制もうまいよね。まあそういうところが長けてるんだよ。でもやっぱり自分のことで一生懸命なピッチャーっていうのはやっぱそういうところはおろそかになる。そこには大谷の足をもってすればカモになる。そうですよね。それとね、大谷はリズムを取るのがうまい。リズム。例えばこうやってピッチャーこうやってピッチクロックもあるよね。その秒数の中でやっぱ投げなきゃいけないし、その中で例えば早く投げなきゃいけない。こういう首の動きで上がった時に絶対投げるピッチャーだとか、こうやってグッとやって足が上がらないでしょ。そうですね、無理ですよね。だからちょっとこうやって緩んだ時にスッと走ると、だからやっぱり自分がピッチャーやってるだけにそのタイミングを使うのはやっぱ大谷抜群にうまいね。それもやっぱ話されてました。やっぱり二刀流でピッチャーをやってるから、ピッチャーの癖とか投げなきゃいけない秒数っていうのがもう頭の中に入っているから、その時間で逆算して走れるっていうのも話されてました。3盗もやっぱ雰囲気で走るな。雰囲気でやっぱこうやって牽制、こうやってしてるけど、やっぱ投げる時って必ずスイッチはあるんだよね。ああ、もう行くぞっていうホームっていうスイッチ、それを捉えるのがうまい。やっぱここで二刀流が足に生きてくるっていうことなんですね。まあそれもあるな。自分がやってることを逆手に取ってみたいなね。まあそういうところはあるな。そうですね。まあね、50/50まであとカウントダウンも入ってますし、豊さんがね、もちろん速報でここからは。そうだよ。もう50/50だな。もう47/47とか48/48のカウントダウンの動画は出さないんですか？いや、出さないでしょ。もう出さないんですか？いや、出さないっていうか、それでシーズン終わったらそこで出す。そこで出す。でも50/50でやった時には出すよ。50/50おめでとうで。まああんまりやってもな。カウントダウンやってももうちょっと疲れちゃう。大谷選手じゃなくて豊さんが疲れてきちゃうので、まあこの動画でね、きっと50/50快挙っていうのをお知らせしたいですし、まあ多分できると思うよ。で、今年がやっぱラストチャンスですもんね。まあそうだな、ピッチャーやりだしたらな、なかなかこの数字っていうのはな、ただまだリハビリ中だから。そうなんですよ、そうなんですよ、リハビリ中なのであれなんですけど、まあ今年ね、50/50のチャンス大いに今ありますので、皆さんもぜひね、このチャンネルまだ登録されていないという方、大谷さんのことは知ってて、この動画初めて見ましたっていう方いらっしゃるので、大谷が50/50だったら50万いくんだよ。もうちょっとで登録者数が50/50と50万一緒なんです。これは同日達成ということ。それはダブルであと1500人なので、なんとか今月中に1500人到達して。応援行っても言ってんだけどなかなか増えないんだ。ポチッと押すだけなんで、なので大谷選手のことは知っていて、でも野球のこと詳しくないけれどもここの動画来ましたっていう方も結構いらっしゃるので、そういった方ぜひ登録、チャンネル登録していただいて、ぜひ50/50の動画楽しみに待っていてください。ありがとうございます。そうなんです。私のね、TikTok も毎晩ライブをしているので、ぜひそこも見ていただきたい。遊びに来てほしいよね。豊さん、この前インスタライブやってました。やってた。ですよね。うちのTikTok のリスナーさんが今豊さんインスタライブしてて、なんか打撃のこと解説してますよ。いや、解説してるっていうか、コアダっていう愛媛県の新田高校出身の子がいて、その子がインスタライブやってたから入っちゃったんだよ。入って。そしたら伊藤さん、バッティング教えてくださいみたいなことになって、そうなんですね。いや、そしたらお前バット振れるとこに行けっつって、で行かして、わかんないな、だって逆さなんだもん。反転しちゃってるから。いや、だから左で振ってんだから、右バッターがそれじゃわかんねえよとか言って、でやめた。でやめちゃったんですね。なるほど、まあ、もしかしたらね、豊さんまたインスタライブ、そうだな、やっても面白いね。そうですよね、なので豊さんのインスタもまだフォローされてない方いらっしゃれば、インスタのフォローも合わせてお願いします。